日本ホテルバーメンズ協会とキリンビール共催の若手バーテンダーの腕を競う第8回 HBA ジュニアカクテルコンペティションキリンカップが11月29日ハイアットリージェンシー東京で開催されました。この日は全国の予選を勝ち抜いてきた代表30名が東京に集結。ウイスキー部門、スピリッツ部門、ハードシードル部門に分かれ、トップを目指して挑戦しました。その結果、優勝に輝いたのはウイスキー部門、京王プラザホテル宿原右京さん、スピリッツ部門、ハイアットリージェンシー東京吉田和弘さん、ハードシードル部門、京都東急ホテル小西克也さんで、優勝盾と賞金、副賞などがプレゼントされました。喜びの声をお聞きしました。まあ、テーマがおもてなしだったというところで、すごい難しい内容だったんですけども、優勝という結果を残せて全力を尽くせてよかったと思っております。スピリッツ部門で花見浴びというカクテルを作りました。技術をまずしっかりとして、美味しいカクテルを飲んでいただくということに集中して練習しました。嬉しい気持ちでいっぱいで、やっぱり京都のお茶の文化を使っていく、お茶とハードシードルを使ってカクテルを作りました。もっともっとコンペに挑戦して、いろいろなタイトルを取って、もっともっと自信持っていきたい。日本ホテルバーメンズ協会小森谷博会長にイベントの内容についてお聞きしました。400社以上が入ってます。で、会員数がですね、今1600から1700の間で推移しているかと思います。キリンビールさんにタイアップいただきまして、大変ご助力をいただきまして、若手のバーテンダーの育成ということにご賛同いただいているんですね。はい、なのでバーテンダーの資格を持ってて29歳以下の人間が出れるといった大会です。この日は各選手の応援団が退去して参加し、会場内は熱気でムンムン。各バーテンダーによるオリジナルカクテルのほか、キリングループのお酒を楽しむことのできるカクテルフェスティバルも同時開催されました。いつも行ってるバーのバーテンダーさんが今回出場するということで、はい、それで応援に来ました。マンハッタンが好きですね。キリンビールマーケティング藤本雅彦さんにお聞きしました。2年に一度行われておりまして、ということで2、8、16、はい、という年数を迎えることになっております。一人でも多くの、方にですね、受賞のカクテルを飲んでいただくために、受賞した8名の方の、ホテルで1月以降カクテルフェアを実施していただく予定になっております。ハードシードル担当の増木千恵さんにお聞きしました。こちらはですね、リンゴを発酵させた爽やかなお酒になりまして、今年の2月にこちらの瓶タイプを発売させていただきまして、今1万店を超える良飲店さんで取り扱いをいただいております。爽快で甘さを抑えたようなシードルになります。はい、なのでお食事にもぴったり合うような味覚設計をした商品になります。会場ではディアジオワールドクラス世界チャンピオン大竹学さん、金子道人さんによる模範演技なども行われ、会場を沸かせました。